見かけで判断しないでもらえる？姉川で浅井朝倉を下した織田軍は近畿を掌握する。ここへ来て甲斐の虎武田信玄が動いた。信玄は戦国最強と謳われる騎馬隊を率い上洛を開始。三方ヶ原で難なく徳川軍を破り制進する。信玄死すの報が入ったのはこの時だった。信長は武田軍を討つは今と必然し、信玄の子勝頼率いる武田軍と長篠で激突する。信玄おらずとも武田騎馬隊は健在。緊張高まる陣にあってなお知らぬ顔の半兵衛。楽してかつてはないかと思案するのだった。信玄がいない武田を相手にちょっとやりすぎじゃない？第3話長篠の戦い。寝て暮らせるよ。まだ遠いか。お清半兵衛。なんで昼寝の邪魔するかな。幽閉を作らぬのが勝利の鉄則だ。百戦百勝は善の善なるものにあらず。休みなしで戦っちゃ破滅するよ官兵衛殿。一組三丁の鉄砲が間断なく玉の嵐を見舞う。押し寄せた武田騎馬軍はなすすべなく絶望に沈む。なんでそこまでやるかな。世には英雄が多すぎる。そのうち天をつかむ一人を除いた他のすべては天下に騒乱をもたらす火種に過ぎぬ。世を太平へ導く答えはそれら火種を完全に沈黙させることだ。名軍師は言うことが違うな。でも、もっと賢いやり方があってもいいんじゃない？この戦を越え、世の時を進め。武田は古き世の遺物、滅ばねばならぬ。さーてと、北の砦でも見物してこようかな。こら、半兵衛、あんてがどこに来よるか。ここは我らで十分、半兵衛の好きにさせられる。親方様の志、ここで耐えてもう耐えてるでしょ。あ、勝頼さんの志のことは。お前の弱兵など何を恐れることであるか。騎馬隊突撃せよ。敵陣を踏みつぶせ。ロケットを撃て。騎馬隊の足を封じ。開始。Ha!
で死ぬわけには。ごめん。進め。私を呼んだかしら。
兵衛もこの奇襲の意味に気づいたから。これってもしかしておっかない黒幕がいたりしてるよ。アイモン、武田本陣を落として戦を終わらせちゃおった。信玄の武田なのに撃ち絶やす。あれ迷子？お前忙しいんやけどな。とっくに元服してるよ。官兵衛より2歳上だし。このまま隠れていたかったが、そうもいかぬ。行くぞ！全軍、織田本陣を落とせ！サイモン！ああ、信玄が生き返っちゃったよ。相手に
のか。これが行くとだよ。援軍出してくれんかの。滅びをくれてやる。今こそ愚かな反逆者たちを完全に注目させる。もっと別のやり方があるんじゃないかな。この後は必ず報じましょうぞ。まだ全然足りないわ。
わしと互角で張り合うやつがおるとはな。はい、終了。じゃ、次ね。まこと、見事な武者ぶりよ。この窮地いかに出すか。敵将討ち取ったよ。素晴らしい手前、さすがです。足と互角に張り合うやつがおるとはな。さらに苛烈に攻める。押されては手が出せぬ。戦では助け合って行かねば。おとなしく死んでれば二度も死なずに済んだのにね。これでまた時が進む。